こんにちは、つれづれママです。いつもありがとうございます。このチャンネルでは一冊の本をまとめながら人生を楽に生きることをテーマにお話しています。どうぞゆっくりと休んでいってくださいね。さて、今日は、さえぐさりえこさんの人間力のある人はなぜ陰徳を積むのかという本をご紹介します。さえぐささんはコンサルティングファーム、 ファッションンジャパン株式会社の最高執行責任者として人づくりを手がけていらっしゃいますそして作法家でもあります「徳を高める」とは自分を磨くこといかに身近な人たちを笑顔にし輝かせていけるかその積み重ねを通じて自分らしい本来の輝きを増していくそれは周囲の人や社会とともに 自分も幸せになれる道だと、三枝さんは言っています。そこで、陰徳の意味、また陰徳を積むために大切なことは何なのかということをまとめていきたいと思います。よろしくお付き合いください。人への思いやり、それは思いやる誰かがいて初めて成立するものです。いかに相手の思いを想像しておせっかいするか、 ここにおもてなしの醍醐味があります。しかし相手を第一に考えないおもてなしの押し売りは本来のおもてなしではありません。それはただのおせっかいです。さりげなく相手を観察し相手が何を望んでいるかを考えるそして何もしない方が良さそうだと感じたら 何もしない。ただ黙って温かい心を傾けたり幸せを祈ったりするのもおもてなしの一つなんですこのようなおもてなしの心は相手を笑顔にするとともに自分自身も清々しい気持ちになりますしかし三枝さんはどこか違和感を覚えるようになっていったんですそんな中、 目の前に現れたのが陰徳というものだったそうです。陰徳というのは、人知れず、誰にも気づかれずに行う道徳のことを言います。それには、目に見えない自分の内面をすべて受け入れること、つまり、良心をきちんと働かせることができているかが重要なんです。目に見える形で相手を喜ばせるのが陽徳。 しかし、どうかすると、目に見える形だけ整えていけば、なんとかなると思いがちになります。これに対して、陰徳とは、目に見えない内面を掘り下げる世界です。形だけ整えても、心は相手に集中できていなかったり、弱い自分をごまかしていたりしたら、周りの人にはバレなかったとしても、自分にはわかります。では、 陰徳をどう実践していけばいいのでしょうか陽徳ばかりを追い求め陰徳に気づかないということは同時に自分の中の影つまり短所もまたそのまま放置していることになります自分の短所を見つめ受け入れることが大切ですそれは決して開き直ることではありません短所を認め そこからどう改善できるのかを考えることです。そして考えたら実践すること。すぐに実践できなくても自分は絶対に変われると信じ抜くことです。陰徳を行うとは、わかりやすく言えば自分を慎むこと。慎むとは、静かに内面を掘り下げ、本来の自分を知ることです。そして、 新しい自分に出会うことですでは日本人はどうやって徳を積んできたのでしょうか太陽は日本人にとって特別な存在です子供の頃お天と様が見ているよと教えられた方も多いでしょう日本人の道徳心の始まりは自然ですこれが日本人の世界観を形作ってきたと言えるでしょう また日本には「おかげさま」という言葉があります外国語にはこれに相当する言葉がないそうです努力して何かを成し遂げた日本人は多くの場合自分が頑張ったことを称えるよりも周りへの感謝そして謙虚さを示しますここに日本の道徳の土台があると言っていいでしょうまさに 因があるから用があるのです。剣道、茶道など、道はあらゆる伝統文化に見られます。自己を探求することが何よりも大切にされます。あるべき姿と現状の自分を比べ、そのギャップを見つめ、その原因を探り、解決策を出して行動することが、道と呼ぶにふさわしいあり方でしょう。 差をなくしていくことが、差をとる。つまり、悟りなのです。さて、神社の本殿に鏡が置かれていますが、鏡は自分の姿を映し出し、正しい動きや形に修正したり、姿を確かめたり、それと同時に心の状態を映し出したりするものと信じられてきました。鏡から、 顔を取ると神になると言われてきました心を磨いて良い香りを醸し出すことのできる人間になることが大切だということです二戸稲造の武士道をご存知ですか二戸稲造は日本人の道徳の基本要素として義、勇、仁、礼誠、名誉 中でも日本では「恥を知る」が良い道徳の土壌であるとされていました罪や罰の意識から人々に道徳的な振る舞いを求める西洋と違い日本人は恥ずかしいことはしたくないという良心の痛み内なる動機から道徳を実行します。また 日本人独特の死生観があります。人は誰でもいつか死を迎えます。だからこそ自分の幸せのために生きる次元から自分以外のために生きる次元へ進むことが大切です。自分の存在が他人の役に立ち、世の中の役に立つように生きる。清らかな良い心で最後まで生きたい。 このような先人たちの死生観から日本人がどのように徳を積んできたかを知ることができるでしょう。さて、ここまでは日本人の道徳心である自己を慎み内面を掘り下げるといった陰徳について見てきました。ここからは陰徳を現代にどう実践していくかを見ていきたいと思います。キーワードは葛藤です。 人間は誰にでも弱さがあります。自分自身を信じ大切にし続けなければ自分の弱さに勝ち続けることはできないでしょう。自分を大切にするとは自分を甘やかせることではありません。自分のダメな部分も受け入れ認めた上で自己を信頼することです。そのためには、まず、 今までの固定観念を捨てることです。捨てることで受け入れるためのスペースが生まれるんです。もともと人間は不完全な生き物です。誰もが自分の内なる課題と戦い、外部からの障害と折り合いをつけて生きています。自分の中のネガティブな要因をいかに受け止め、求める自分と 現在の自分の差に苦しみながら一歩一歩良いことを実践できる人間になっていくか葛藤し迷いながら少しずつ良い行いを重ねていく思うようにいかなかったことを振り返りその原因を探りながら葛藤していくことが人間らしい道なのではないでしょうか毎日が とといいいう間に過ぎやららななななななければならないと思ってもなかなかできないそんな経験が誰にでもあるでしょそんな時はまず日常をありのままに受け入れることから始めてみましょう。なぜそれが必要かというとそれが人間力につながるからです。人間力の高い人は常に感謝を口にします。なぜそれができるかというと 自分が周りの人によって生かされているという現実を受け入れているからでしょう。人間力の高い人は素直に他者を敬うことができます。なぜそれができるかというと、自分より相手の方が優れていることを素直に受け入れるからでしょう。そうです。人間力を高める基本は受け入れることにあるんです。では 何を受け入れるのでしょうかそれは目の前に起きる事柄、自分の人生そのものです。特に自分に集中してみましょう。判断や解釈を入れず、今の自分の感覚に注意を向けることです。つまり自分の心の中を静かに観察する習慣です。この習慣は4つあり、 早起き散歩瞑想日記と言われていますそれはどれも静けさを楽しむ習慣ですそれが自分との対話につながるんですこれらを習慣づけるためにまずできそうなこと一つに絞って始めてみましょうまた想定外のことが起きてもそうきたかと受け止める 困難を跳ね返す強さというより、竹のようなしなやかさに近いかもしれません。困難は自分を磨くチャンスだと思って楽観的に受け止めましょう。次は、人間力を高める具体的な実践方法です。人間力とは、人間が変わることによって高まる力のことです。 人間力を高める一番の方法に良い習慣を身につけることがあります。そのためにはまず自分の心の状態を観察し、整える方法を身につけることです。ここで2つのセルフワークをご紹介しましょう。1つ目は、茶善瞑想というものです。これは深く呼吸し、 一杯のお茶を感謝しながらいただくというものです。そして、ありたい自分を想像し、そうなれた自分に感謝します。もう少し詳しくご紹介しましょう。まず、心の声に耳を傾け、自分の意識、動作を客観視します。それから、自分がありたい姿、 それを実現している姿をイメージします最後にお茶を飲み体の中に流れていく感覚を通しながらイメージした自分の姿や感じた喜びを自分の体に調和させますこれを一日一回でもいいので繰り返し行います習慣になるとできなかった自分を否定的に解釈することなく できている自分のポジティブな状態を感覚として味わえるようになるそうです。特に、やる気が出なかったり、悩んだりした時こそ、この瞑想を行い、自分の今の行動に集中しましょう。それが今を生きるということにつながります。お茶の代わりに、紅茶、コーヒー、水などでも構わないそうです。 できることから始めてみましょう二つ目は寝る前1分の青い川というものですこれは一日の締めくくりに行ってください青い川の「あ」は愛を持って自分や人に接することができたか「お」は人のことも自分のこともおもんばかることができたか いは祈るです。自分と人の人生が幸せであるように祈れたか。かは感謝。命と役割が与えられたことに感謝できたか。わは,は笑う。はははと笑いましょう。これを寝る前に振り返ります。ただ、一つ一つを深く考えすぎないことがポイントです。 そうすると眠れなくなってしまいますから。これらのワークを実践しながら人間力を高めましょう。いかがでしたか常に自分は一人の力で生きているものではないということを忘れないこと。周りのあらゆるものに生かされていることを実感し感謝すること。そして うまくいかないことがあったとしても、それを受け止め、原因を探り、次のステップに生かしていくこと。周りの人を笑顔にすることを常に考えること。それらを自分の心情としてやってみましょう。周りの人の幸せは自分の幸せです。自分の幸せは社会の幸せにつながっていくんです。 どうか自分を信じて実践してみてください。ここで次回の予告をさせてください。この本の最後に、人間力を高める実践法がさらに詳しく書かれているんです。次回はそれをいくつかピックアップしてご紹介したいなと思っています。その日からすぐに実践できるものばかりです。ぜひ楽しみにしていてください。 それでは次回をお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。